おい、早しろよ。マジでよ。なんだよ。そんな直すとこないやろ、別に。あ、なんだよ、うるせえな。早くしろよ。あ、うるせえ、うるせえ。あ、もう知らん。うるせえ。ピコピコハンマー100発の刑があります。どうも、シュガーソルトです。もうは怒ってます。どうしたんですか？もうは怒ってます。どうしたんですか？どうしたんですかじゃないやろ。え、何がですか？心当たりないんですか？え？心当たり。ないですよ。ありますよね。手書いて出てきますよ。カーシーさんは昨日水着美女を見てましたよね。TikTok で。はい。水着美女。私がここにポンっていたら、そこのヨギボーに座って見てたんですけど、もうに携帯が見えへんようにね、鏡越しに映ってたんですよ、水着美女が。ほんまにこれでごまかせると思ったら大間違いやで。まあ、こちら事実ではあるんですけれども、はい、まあ、一つね、弁解をさせていただきたいんですよ。はい、まあ、僕がね、あのこうお風呂から上がってきて、モッシュさんがね、この辺にいつも座ってて、こっちにね、ヨギボーがあって、そのヨギボーの後ろに鏡があるんですけど、僕がヨギボーに TikTok なんかこう見てたんですよ。そしたらね、なんかたまたまなんか TikTok に、まあ、こうちょっとなんかこう大人なね、一時のお姉さんがいらっしゃいますから、たまたまですよ、そういう人が流れてきて、で、たまたまちょっとそれが画面に止まってる間に、たまたまモーシーさんが鏡越しにそれを見て、僕に激怒してきたというね、事件が起きました。違います。違いません。カーシーさんは好んでそこに滞在してました。違います。違います。滞在してません。滞在してません。滞在してました。違います。そんなことはありません。ありますよね。ありませんね。ありますよね。ありません。大阪行くのに途中で名古屋通ったみたいな感じです。こう途中の通過点です。違います。ただこう見てたら出てきただけです。違います。カーシーさんは東京駅から大阪駅までずっと見てました。そんなことありません。出ました。2時間半ぐらい。まあ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 、そういうことがありまして、はい、ね、もうモーシーさんがね、すごいね、もう鬼瓦のような顔をしてね、怒ってきたわけですよ。カーシーでも、まあ、ちょっとシチュエーションがね、ちょっとこんなにアニメみたいなバレ方をするものかということでね、まあ笑ったりもしてたんですけれども、それをちょっとね、企画にしていこうかということで、はい、ということで本日の企画、ニヤついたら即鉄イエチエチ TikTok。 まあ要するにこのハンマーでブジボコにやってもいいってことですよね。まあ、モシーさんがね、怒りが抑えきれないということで、僕が、TikTok を見て、ニヤついたらモシーさんが、ピコピコハンマーでね、はい、鉄筋制裁をするという企画になっております。はい、楽しい企画ですよ。まあでもね、僕はね、そんな不思議な気持ちで TikTok 見てませんから、芸術を見るような目でね、見ていきたいなと思いますんで、まあ、モシーさんがね、これを使える時はね、今日はないと思いますけど、まあせっかくなんでやっていきましょう。じゃあ、まあまあ今のうちですよ、そんなこと言ってられるのも。ということでやっていきましょう。レッツーハッパイシュガーソルト。はい、ということで、早速ね、はい、TikTok 見ていきたいと思います。はい、でね、ちょっとね、そういう、まあ、ちょっとエチエチなのが流れてくるように、うん、まあ、事前にね、携帯の方でいろいろこういいねとかしておすすめにね、こう流れてきやすいようにおっぱいがいっぱいしたので、まあね、サクサクね、いっぱいおっぱい見ていきたいと思います。じゃあね、ちょっとおすすめで見るんで、はい、まあ、どんぐらいで流れてくるかわかんないんですけど、はいはい、まあやっていきたいと思います。はい、まあ、カーシーはすぐ流れてきますよ。いつも見てるから。僕がにやけるかどうかですから、皆さんもぜひね、あのチェックしてください、しっかりと。はい、僕はにやけませんから。はいはい。いきますね。はい、よーい、スタート。じゃあ今からいろいろ聞いていくんだけど。ちょ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 。ちょ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 。え？いや、なんか画角がもう、うん、そういう画角でしたよね。だからそれが狙いなんですよ、わかりますか？あ、すいません。それにわんまとハマった人です。あ、失礼しました。じゃあなんかもうにやけるっていうか笑っちゃいましたね、ちょっと、はい、ちゃんとしてください。企画として成り立たないんで、はい、ちゃんとしましょう。我慢するつもりでな、ちゃんと。はい、じゃあいきますね。はいはい。ちゃうやん、だって何これ。ねえ、ほんまにさ、ほんまにあかんで、ね、何こんな卑猥なやつばっか流れてくるのか。なんか思ってたんとちゃうねんけど、俺もっとなんかさ、ギャルみたいなのをさ、女の子がこういう感じでやったりするのを想像してないけど、なんか流れてくるやつジャンルが違うんだけど。ちょっともうほんと真剣にいきますよ。いいですか？そうですよ、行かせていただきます。
ゃダメだ、もうなんかこの状況がダメだ。あのなコナのマリアだ。この状況でなんかもうあの分かる、笑っちゃいけないって言われたら笑っちゃうみたいな、にやけるってより笑っちゃいけないから、全然あのあれですよ、全然そういうにやけじゃないんですけど、今のところ全滅やで、100発100中で叩かれてるんで、ほんまに。じゃあもうマジ真剣にやるわ。さっきから同じこと言ってるね。ほんまに。行くで、ほんまに行くで。そうしよう。ありがとうございました。はいはいはい。ありがとうございましたじゃない。次行ってください。おーい、今のは結構にやけてたよな。いや、にやけてたっていうかもう耐えられない、なんかもうにやけるっていうか笑っちゃうんだよな。ダメだよダメだよ全然。あーくそ。続きから言っていいですか、これの、はい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 、もう一回。でもなんだろう、こうやっぱりモネの睡蓮の池とかを見た時にうわっってなっちゃうみたいな、一番キモい。もうすごい耐えたね、今ここ噛み締めてるのが伝わってよ、めっちゃ。伝わってないですよ、全然噛み締めてない。いってきたんやな。いや、なんえ、そんななんかあれでした、うん、そんな感じに、ここピクってしてたよ。あ、そうですか、うん、そんな噛み締めたんやな。そんな感じに見えました、あの動画も、おしさん的に。私はもう見えました。あ、そうですか、はい、僕全然なんかそういうなんか不思議な目では全然見えなかったので。あ、そうですか、はい、はい、ちょっとトイレだけいいですか、すいません。やめろよ、行くなって。最低や、こんなめっちゃブスだ。おい、嘘嘘、冗談じゃん、エンターテインメントや、もうしーさん。あー、笑っちゃいけない雰囲気にやられて笑っちゃってたんで、はいはいはい、もう慣れたんでね、はいはいはい、多分いけると思います、はいはいはい、おお、これ耐えれるんですね。何だと思ってるんですか。いや、勘違いしないでほしいですね、僕のこと。何だと思ってるんですかね。いや、実際そうでしたからね。はい、じゃあ行きますよ。はいはい。1、2、3、4、5、6でもない人間です。おー、強いよ。いや、だから最初はさっきも言ったでしょ、こう、はいはい、笑ってはいけないと思ったから笑っちゃっただけで、はい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 、別にね、大丈夫なんですよ。はい、動画としては超つまんないです。中学1年になる娘の部屋で待ち焦った。いや、そういうのはさ、あかんよな、ちょっと。見ろよ。はい、飛ばしてください。ねえ、なんで2回も見てるんですか。ボアハンコックでした。ボアハンコックです。はいはいはい。あの肌色ってわかる。フランス語で運命を狂わせる女って意味なの。それが私よ。食いしばったやな今。匂い出ました。いや、もうイライラしてきた。なんこんな可愛いっていうか、もうさ、ごめん、イライラが収まらへんくって叩いてしまった。じゃあ暴力ですね、それ。そうです、もう耐えれませんでした。2周目はいらんねん。いや、すごい。何ですか。いや、何も言ってないですよね。何ですか。なんかすごいって言いましたけど、何がすごいんですか。いや、すごい、なんか芸術を見るような。はい、次行ってください。はい。
これはやばいやろ、これはただ見てる、無理やろ。笑ってなかったやろ、今笑ってなかったやろ。あの、私じゃないんで。ああ、そうですよね、なんか全然大きさが。どうしましたか、もうひんちゃん。もうやだ、こんな企画やだ。ガーシーが美女を眺める企画なんてやだ。オシーさんがやろうとしたんですよね、この企画。え、なんですか。ちょっとにやけてたよ。にやけてないですよね。ちょっとにやけてたよね。で、この音源ちょっと見てみようか。じゃあこの音源でカーシーさんがどこまで耐えれるからっていうのね。じゃあもう最後にしましょう、これで、はい、10本ぐらい連続でいきますから、にやけてると思ったら叩いていいですよ。その代わりにやけてなかったら叩いちゃダメですよ。じゃあいきますね、はい、早速見させていただきますよ。はいはい。まあ、10本連続で見たんですけど、まあ、見て分かる通りね、僕は全然ね、そういうシラな気持ちで見てないということが分かってもらえたかなと思いますね。どこがやねん、誰がどう見てもにやけてたし、不思議な人間としか映らんかった。いや全然ね、そういう感じではないんで全然大丈夫かなと思います。ちょっと僕トイレだけ行きたいんで、トイレ行きますね。いやー、どうでしたか。どうもクソもないわ。どうもクソもない。こんなものはあんたが持ってきた企画やろ。元はといえば水着美女、見やけてにやけてた、見やけてにやけてた。元はといえば水着美女見てにやけてたカーシーがおるからやろ。ああじゃねえよ。ああ、こうやってね、見てたらわかりませんね、カーシーさんの水着美女率の高さ。あー、だるいなー、マジで。今日企画でこれやったせいで毎回流れてくるようになるやん、絶対。マジやめてほしいわ、普通にやめてほしい。ちょっと嬉しそうなの、なんなん。ほんまだる。